工場長です。今回もレジンで1分間のショート動画やっていきたいと思います。で、今回はちょっと大きな面白い型を見つけたので、こちら2液性のレジン液を使って作っていきたいと思います。2液性のレジン液はクリスタルレジンを使っています。まずは赤色とパールパウダー混ぜた液を型の縁に流していきます。色が混ざらないように縁の部分が固まってから、次は透明のレジン液をそのまま流していきます。そして好きなものを入れていきます。今回は私が自分で描いたイラスト、そして100均に売っているアルファベットシール入れていきました。一旦レジン液が固まるのを待って、中のものが動かなくなってから、さらに透明のレジン液を型いっぱいまで流して、今回はラメを入れてみました。あとはこれを1日待って型から取り外して完成です。今回はオリジナルのトレイが作れるシリコンモールドでした。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。